こんにちは私、EY 新日本有限責任監査法人の品質管理本部会計管理部というところに所属しております松下と申します。私はですね、普段、えー、クライアントさんの監査を担当している監査チームのメンバー等からですね、会計に関してわからないこと等の質問を受けて回答したりとか、セミナーとかそういったことをするといったようなことを業務としてやっております。本日ははよろししくお願いしますこんにちは 同じく EYC 日本監査法人の会計管理部に所属しております宮崎と申しししまますすよろしくお願い,いたしますそれではですね本日の,あの動画のポイントと、えー、導入のところをちょっとご説明させていただきたいと思います。具体的なテーマですけれども改正会社法2019年に改正された会社法のポイントというところで会社法の改正に絡んでですね 注意しなければいけないポイントどういうところがあるかとか、まあ、我々によくいただく質問どういうものがあるかと最後にちょっと忘れやすいポイントがないかなっていう観点であの3つの項目に分けてご説明させていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。ではですね最初に2019年の改正会社法のポイントというところで改正の経緯とか概要とかその辺りを宮崎さんご説明お願いします。ははいそれでは、えー、私の方から 改正会社法のポイントについてご説明したいと思いますこの会社改正会社法ですけれども2019年12月に成立交付されておりますでその背景なんですけれども2014年に一回会社法が改正されておりましてその際にです、ね、企業統治のあり方といったところを今後見直しますということで申し送りされておりました その後もですねあの各所から改正についての要求がなされたということもありまして2019年12月に改正されたというものになっておりますでこの改正に合わせてですね関係する政令ですとか省令といったところが2020年11月に改正されておりますでその中にはですね会社法の施行令会社法施行規則会社計算規則と いったものもの含まれておりますこれらのですね改正会社法ですとか改正政令等につきましては一部を除いて21年3月1日から施行されているという状況になっておりますそういうそうですので21年3月期決算という意味においてはもう施行されておりますのでこの決算に関連するようなところについてポイントを絞ってご紹介したいと思います。 改正会社法のポイント、大きく3つ、細かく言うと4つ挙げさせていただいております。スライドの方をご覧いただければと思うんですけれども、まず1点目がですね、取締役の報酬に関する規律の見直しが行われております。取締役等に対して適切な報酬を与えるということはです、ね、その職務遂行に対して適切なインセンティブを与えることになりますが、 ともすればです、ね、利益相反の恐れもあるというところでこの改正会社法においてはです、ね、こういった取締役の報酬に関して開示を拡充するなどの透明性を高めていこうといった改正がなされています。また取締役に適切なインセンティブを与えるという観点からの改正として取締役や執行役に対して株式をです、ね、無償で交付する。 そういいった取引も制度としてて新設されていますで2点目が株式交付制度に関する規定の新設になりますこちらはですね、えー、とある会社さんがですね、えー、他の会社を子会社化したいという時に、えー、その他の会社の株主に対して自分の会社の株式をこう交付するという制度になっております。で 同じような制度でですね現状あの株式交換制度というものがございましたただこちらはですね、えー、と完全子会社化100%子会社にするときにしか使えないというデメリットがございましたまたあの60%ですとか80%を取得して子会社化したいというときにです、ね、同じようなスキームとして、えー、現物出資構成を取るというスキームもありましたこちらあの 他の会社の株主に対してからその他の会社の株式を現物出資してもらうとそれに対して自分の会社の株式を交付するといったスキームもあったのですがこちらはですねこ,こういった指摘を受けましてこの株式交付制度が新設されたというものになります。 でその他の改正といたしましては、えー、2点挙げさせていただいておりますけれども、えー、株主総会資料の電子提供制度の規定の新設になりますでこちらはですね、えー、と従前あの現状はです、ね、株,株主総会の資料としてはその提供の仕方として紙で提供するというのが原則となっております。 一部ですね定款で定めることによっていわゆるウェブによるあの見なし開示制度というものもありましたけれどもあの限定的な対象であったというところでございましたこちらがですねあの今回の改正によって、えー、原則として電子提供するというところにあの変わっておりますただこちらですね、えー、とシステムの対応等も必要なところもございますので あのその施行は、えー、21年3月1日ではなく、えーえー、と交付の日からです、ね、3年6ヶ月までの間に施行されるということになっております。最後ですね、えー、事業報告に関する規定の改正というところであの1つ目に挙げさせていただいたあの取締役の報酬の、えー、規律の見直しのところでもご紹介しましたけれどもあのやはりあの報酬の報酬の 透明化あの開示の透明化を図るというところでですね。こういった事業報告について、その開示内容を拡充するという方向で改正がされているというものでございます。あ、宮崎さん、分かりやすいご説明ありがとうございました。で、あの今ご説明いただいて、あの電子株主総会資料の電子提供制度これがですね。2021年3月期からはちょっと適用できないと。 いうことであの改正会社法の交付から3年6ヶ月以内の日で交付される予定というふうに伺ったと思いますそうするとですね今年の開示ですねあのシステムとか提供株主さんへの招集通知の提供とかそのあたりです、ね、いわゆるウェブ開示っておっしゃってた部分というのはどう変わってくるでしょうかそれとも何も変わらないということになるんでしょうか松下さん、ありがとうございますすそのの点もですねポイントの1つになっております。 えっとこの21年3月期で考えますとあのいわゆるウェブ開示というものがですねその対象が拡大されておりますこちらコロナの影響であのまなるべく紙で提供する資料を少なくするという観点もあるのかと思うんですけれどもあのウェブでウェブ開示で提供できる対象会員が拡大されております具体的に言いますとあの個別の BSPL こちらが新たにに対象ととしててて拡大されいいいるという状況になっていますここまで概要を説明させていただきましたけれども松下さん、この改正会社法について何かよく聞かれる論点とかございますすかあそうですねあのよくあのご質問いただくポイントが、うん、あの最初にご説明いただいた中に1つあって、うん、まず、ちょっとその話させていただきたいかなと思います。 宮崎さんがご説明くださったまああの取締役の報酬に関する規定の新設というところの中で報酬の内容が変わったという話していただいたと思うんですけれどもまあ、何が変わったかの大きなポイントで取締役に対してですね直接ま株式を無償で交付することができるようになったというようなご説明もあったかと思いますでそこがですね大きなポイントでよく聞かれるポイントなんですけれども。 この会社法の改正に絡んで,です、ね、取締役等に対して株式を無償で交付する場合の、まあ、会計上の実務上の取扱いといういわゆる実務対応報告第41号というんですこれがですね新しく株式を交付無償で取締役に交付する時の会計処理を定めたものとなってますのでこれがあの割とですねよく聞かれるんですけれども。 このじゃあ実務対応報告が出たことに伴って今までですねえ実は似たようなスキームがあってレストリクテッドストックとかパフォーマンスシェアユニットとかそうやって言われてるようなものがあるんですけれどもそういうもともと似たようなスキームで株式交付をしている会社さん担当されている方とか会社さんからですねじゃあこの,あの今実務対応報告41号って言いましたけどそれが出たことによっていつから会計方針うち変えなきゃいけないですかっていうような。 ご質問をいただくことがありますでここポイントなんですけれどもこの実務対応報告41号その取締役に対して株式を無償で交付する場合の取扱いというものはですね基本的にこの改正会社法さっき宮崎さんがご説明くださったこの報酬でこの制度に基づいて株式を無償で交付するという取引だけについてですね適用できるものですので。 これはですね今まで似たような類似スキームですねやってらっしゃる会社さんの会計処理は実は変わらないというところがポイントでそれからもう一つよく聞かれるのがその時ですねその41号実務対応報告41号を参考に会計処理していいですかというようなこともよく聞かれますで、これがじゃあできるかどうかというところがポイントなんですけれどもこれがですねやっぱりその改正会社法に の、えー、スキームじゃないスキームに対してはですねこれ参考に会計処理することも基本的にはできないというふうに考えられますので、まあ、その辺がですねポイントになってくるかなというふうに思っているところですあります松井沙耶、えー、なんで参考にできないんでしょうかあ、そうですねそこをちょっとですねなかなか難しい話なんですけれども、うん、あのよくですねこの仕組みで、えー、聞かれるポイントの一つだと思います何でっていうところもですね、うんうん そこはですねこの取締役に報酬を先ほど宮崎さんがご説明いただいた通り無償で株式を交付するってことができるようになったこれは改正会社法これができきてででるようになりましたでもあの今まで,です、ね、のスキームってじゃあ似たようなこと株式無償で交付する実は似たようなスキームいっぱいあるいっぱいというかその先ほど申し上げたようなレストリクティットストックとかパフォーマンスシェアユニットとかそういうものってそれに類似したスキームだと思います。 何が違ううのかというとです、ね、この改正会社法の前は取締役が労務ですねお仕事で出資するということがですね会社ででできなかったんですね、うん、でそのできなかったことに伴ってじゃあどうしてたかなできないって言ってるけどやってるじゃないかって話あると思うんですけれどもそれは現物出資構成っていう法制をとっていて最初にですね取締役に株式交付するんではなくてまず 金銭報酬債権ですねまあ、債権を付与して取締役に付与した債券を会社に現物出資してもらうということでまあ、擬似的にですねその無償株式の交付ができるようにしてたというような仕組みになってますでこのですね法的な構成がま全然違うと現物出資なのか本当に最初から株式を取締役に無償で交付しているのかと そこが違うということで今回ですねこの会計処理が参考にできるかどうかというところが実務対報告41号使えるかどうかっていうところがですね違ってくるというのがポイントになってきてこれ結構ですね皆さんにお話しするとへえとか驚いたりされる方結構いっぱいいらっしゃいますのでこの辺りですねあのポイントになってくるところなんじゃないかな迷いやすいところなんじゃないかなというふうに私は思っております。なるほどあありががとうううございいいますすそういう違いがあったんですね そのそうしますと、この新しい制度の具体的な会計処理、従前との違いってどういうところになるんでしょうか？あ、そうですね。そこもいい質問だと思います。で、ここはですね。実はあらかじめスライドをご用意していてですね。そうですね。今画面あの映ってるかと思うんですけれども、取締役等の報酬に関する規定が新設されたことに伴ってですね。会計処理どう変わりましたよ。実務対応報告41号が出てどう変わりました。よってポイントを。 2つ大きくですね事前交付型というスキームと事,前事後交付型というスキームに分けてですね解説の方している、えー、取りまとめたスライドになってます。でちょっと字が小さいかもしれないですけれども株式交付時のところですね改正会社法のスキームは仕分けなしってなってます。で既存スキームの方はですね資本金とと前払い費用が計上されるとなってますこれはですねさっき申し上げた通り最初に金銭報酬債権をですね 取締役にもらった取締役はそれを会社に最初に現物出資しますという構成を取るので現物出資した時点で資本金がどうしても会社法の規定上増えちゃうんですねなので株式交付時資本金前払い費用ってなってますしこれがですね改正会社法だとそういうことをしないでいいというところが違いますので最初仕分けなしとなってます。それから駅務提供時はですね 株式報酬費用資本金というのが改正会社法のスキームになってますけれどもこれは資本金をですね労務の出資に応じて増やしていくことが会社保助できるようになりましたので株式報酬費用が増えるにつれて資本金が増えていくで既存スキームはですね一方もう資本金は最初に増やしちゃってますので前払い費用を償却するという形で費用処理するというところが違いますでもうちょっと大きく違ってくるのが自己交付型の方ですね事後交付型は 役務提供時に従来のまスキームで言う psu って書いてあるのがパフォーマンスシェアユニットを指すんですけれども、従来のスキームではですね。あの報酬を付与するとか、役務提供を受けた時点では、まだ株式はあの取締役に渡してない状態なんですね。なので、ま将来株式を渡す。義務を引き当て金として計上する必要がありますし、費用はそのタイミングで計上していくと、一方改正会社法のスキームも。 えー、似たような、えー、取引ではあるんですけれども最初に株式を報酬費用を計上するときにです、ね、株式引受け権という科目これ純資産の科目なんですけれどもこれが使えるようになっているというのがまあ大きなポイントになってます何が違ってくるかというと次の前期末っていうところなんですけれども株式報酬費用と引き当て金というのは既存スキームでは洗い替えられていると思うんですけれども これですね現物出資なので最後実際にですね出資する時にはですねその時の時価で、えー、資本金が増えることになりますのでその途中もですね株式報酬費用の計算をする時には、えー、時価が変わったらですね引き当て金を洗い替えなきゃいけない一方で株式引き受け権は純資産項目でしてでその金額で現物出資するわけではないというところが違いますので資本金 将来増える資本金をフィックスすることができるんですねですのでまあこのケースでいうと、えー、毎期末の洗い替えがいらないと時価変動による、えー、洗い替えが行われないというのが大きなポイントになりますそれからまあ最後ですね株式交付したときには、えー、改正会社法のスキームだとまあ資本金が増えて、えー、株式引き受経験が増えるんですけどこれはもう付与した時の時価でフィックスされます一方 まあ今までのスキーブこれよく問題になったとあの使い勝手が悪いと言われてたところだと思うんですけれどもまあ株式報酬費用と引き当て金がまあ計上されたと最後資本金が増える金額っていうのは現物出資された時の時価になってしまうということで資本計上額が今まで固定できなかったんですけれども不要値の時価で測定できるようになったというのがま大きな違いになってくるかなと思います。それではではすね、今、 株式報酬の話させていただいたと思うんですけどこれはまあよく質問を受けるポイントの一つだと思うんですけれどもこのほかですね、まあ、業あのちょっと気になるところとか2021年3月期に向けてですねあの忘れがちなポイントとかなんかそういったようなものがもしあれば宮崎さんの方でご紹介いただければと思うんですけどもいかがでしょうか皆様あの結構お気づきにななならられててていいい方もいらっっししゃるのかなと思っていまして あの私の方からは、えー、と事業報告に関する、えー、規定の改正のところをご説明したいと思います。でこちら基本的にですねあの開示が拡充するような形で改正されておりましてあのいくつか項目がありますのであの少しあのご紹介していきたいと思います。で、えー、今ご覧のスライドのですね表の一番上の項目なんですけれども。 親会社との間にです、ね、重要な財務事業の方針に関する契約等が存在するときはその内容の概要を記載するというところが追加になっております。でこちらです、ね、あの近年、えー、と親子上場というものの解消が進められているように見受けられますけれどもやはりです、ね、あの親子間でこういった重要な契約取り決めがあるような場合には あの少数株主の利益を毀損してしまう可能性もありますのでその透明性を高めるという意味でえ開示をしていきましょうという改正になっております2つ目がですね、えー、役員等賠償責任保険契約というものとあと保証契約に関する、えー、事項を記載しなければならないと改正されておりますこちらですねこういったあの保険契約ですとか保証契約というのはですね、えー 取締役等の役員に対してあの適切なあの責任限定を付与するというところはあの職務遂行にあたってあの適切なインセンティブを与えるものではある一方で,です、ね、やはりあの利益相反の可能性も出てきますので、えー、そういったところは解除をしていきましょうという改正になっています。で次のスライド4点挙げさせていただいておりますけれどもまず1つ目です。 えと取締役等の報酬等に関する記載事項を拡充というところで冒頭の概要のところでも少しあのご説明しましたけれどもあの取締役等のです、ね、報酬あの利益相反の可能性もあるというところでお伝えしましたがもうこ,こ,ここについてもです、ね、開示を拡充していって透明性を高めていこうというところの改正になっています。えー、具体的に言ってあげるとするとです、ねえー、とす 各取締役の報酬をですね代表取締役にその決定を一任しているような場合いわゆる再一任というものがあるかと思うんですけれどもその再一任した場合にはその内容を記載していくということになりますでえー、と表のですね下から2番目になりますけれども事業年度末日においてですねあの社外取締役を置いていない場合にはですね 置かないことが相当であるという理由を、あの事業報告に記載しなければならないという規定が従前ございました。で今回のですね、改正会社法によって、このいわゆる上場会社については、ですね。社外取締役を置くことが義務付けられました。ですので、この規定が削除されております。ただ、ですね、この二〇二〇一年三月期という意味においては。 あのこの規定の削除の、の、えー、社外取締役を置かなければならないという規定の適用は、えー、3月期決算で言いますと22年3月期からになりますので、この21年3月期については、えー、継続して、この置くことが相当でない理由は記載していかなければならないというところに合流いいただければと思いますあ宮崎さん、あの事業報告、説明ありがとうございます。 確かにあの今年変わったっていうことってなかなか気づいてらっしゃらない方も中にはいらっしゃるんじゃないかなというところで、まあ、重要なななポイントなんだなというのを改めて感じましたであの今ですね事業報告改正内容いろいろご説明いただいたと思うんですけれども社外取締役を置くことが相当でない理由を書かなくてよくなったというのは 今年2021年3月はだめだというところは分かったんですけれどもそれ以外にですねあのスライドに出てた項目は、まあ、全部2021年3月期から書かなきゃいけないというふうに理解しておけばよいですかねあその点1点あの補足であのご説明したい点があるんですけれどもあの先ほどあのご説明した中であの役員等損害賠償責任保険契約ですとか保証契約の話をしたかと思うんですけれども。 そちらについてはですね。あの施行日以降に締結された契約に係かかる事項から記載されることになりますので、21年3月1日以降に締結です。とか、あの計画更新されたような場合に記載が必要になる点、あの留意が必要かなと思っています。ありがとうございます。そうですね、確かにあの契約ですね。保証契約とか役員と賠償責任前々からやってる会社さんも多いと思うので。うん ここを書くポイントですねいつから書かなきゃいけないか2021年3月以降ですね締結更新で、あ、そのポイントがあるんだなというのがよく分かりましたでいろいろですね、まあ、あのご説明いただいたんですけれども今回の内容っていうのは基本的には、まあ、事業報告いわゆる会社法に関連するものなのでまあ o 法有法はポイント特にないっていうふうに理解して大丈夫ですかね。あその点なんですけれども 今回あの、改正会社法の話ということであの事業報告にフォーカスしてお話ししましたけれども実はですね、2021年2月にあの UFO 関連のです、ね、開示不例ですとか財務諸表等規則といったあたりがです、ね、改正されておりましてこちらもあの2021年3月期の有価証券報告書から適用となっております。 で、基本的にですね。あの、先ほどご説明したあの事業報告においてですね。開示が拡充される方向で改正されたかと思うんですけれども、そちらのあの内容と同等の内容があの有価証券報告書の前段でも記載されることになるというところに、あのポイントがあるかなと思います。あ、宮崎さんご説明ありがとうございました。よくわかりました。ufo でも準備しなきゃいけないというところ、ね、はい。はい、納得できました。ありがとうございました。 それではではすね、まあ、会社法の改正のポイントということでいろいろ今までお話ししてきたと思うんですけれども特にですね最後に宮崎さんがお話しくださった事業報告の改正あたりっていうのが、まあ、ややこしいなとか難しいなっていうところがあるのかなと思います。こういううい中ででですすね、まあ、今条文のご紹介だったと思うんですけれども 具体的な記載例とかそういったものってどういったものを見て準備したらいいかとかって何かお考えとかあれば教えていただけますか。はい。あ、実はですね、21年3月にあの経団連の方からあの事業報告のひな形が出てまして、そちらがあの参考になるんじゃないかなと思っています。そうですね。確かにあの事業報告なかなか書くの難しいですけれども、経団連ひな形出てますので。 そ,うですね、それを見ながらですねやっぱり準備するっていうのがあのこの決算では非常にポイントになってくるかなと思いますあのいろいろです、ね、我々の方から解説して、まあ、細かい条文の内容これだけ読んでもなかなか結局イメージ湧かないのかなと思いますので具体的な記載例とか開、ね、示例どこが変わったんだっていうポイントはですね毛だねひな形もですね非常に参考になると思いますのでそちらの方を見てですね準備いただくのがこの2021年3月期の 改正会社法のポイントでは一番あの重要なポイントになるのかなと思います本日はご視聴ありがとうございましたありがとうございました